ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリアエイクロエクスペリアエイクロはソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズによって開発されたスマートフォンであるエクスペリアアークから日本のカスタマー用にいくつかの機能が追加された端末である日本向けに展開されており NTT ドコモと AU からそれぞれの通信仕様事情等に合わせて販売されている キャリアごとの個別の情報は s o 0二 c i s 十1 1 s を参照。エクスペリアイクロは Android を搭載した世界モデルスマートフォンエクスペリアアークを日本向けに改良し、お財布形態やワンセグ、赤外線通信といった日本的な機能を搭載したモデルとなる。エクスペリアアークでは背面が 古城の形状であったが、前述の機能を搭載したことにより背面は平らになり、重量も約 18g 重くなっている。ドコモより、ドコモスマートフォン、ドコモネクストシリーズの SO-02C、0 AU より、イズシリーズのイズ 11S として発売されているが、正式発表前の時点では、非公式ながらそれぞれ、あずさ、あかなどの名前で呼ばれていた。通信方式を除き、 双方とも基本的な機能は同じであるが、それぞれの通信キャリアの特徴を持ったアプリケーションを搭載している。なお、i s 1 1 s は2011年6月の発売開始時点ではキャリアメールに対応していなかったが、同年9月20日のアップデートによって利用できるようになった。メモリ量の関係上、日本版の x p e r i a a c r は Android 4.0にアップデートされなかったが、 海外版のエクスペリアアークの ROM を代用することでアップデートできる。基本的な性能や表面のデザインはエクスペリアアークを踏襲したものとなっているが、エクスペリアアークでは端末の背部が軽く小描いていた形状であったのに、対して本機は背部がストレート形状となっており、重量は 117g から 135g へ、厚さは 8.7mm から 11.8mm へ、 増加している。また、従来のエクスペリアアークでは、LED ランプが側面の USB コネクタ横にあったが、このエクスペリアエイクロでは、正面右側上部へと移設されており、視認性が向上している。NTT ドコモ専用色として、アクアが AU 専用色としてルビーがラインナップされている。その他、通信機能等は各、キャリアごとの端末記事を参照のこと。 ソニーエリクソン独自のホーム画面ではよく使うアプリケーションを画面の下部に常に表示させるステージ機能が搭載されているほかアプリトレイではよく使うアプリ順、アルファベット順、インストールした順と指定した並びに変えることができる。また、ウィジェットを一括表示させ使いたいアプリをすぐに探せるといった工夫もされている。また IC 通信、トルカにも対応している。 基本的なディスプレイに関する仕様は、エクスペリアアークと同等である。利面照射技術である、x m、AR、r r R4 モービレを搭載し、また、F2.4 の開放値のカメラレンズで、周光性を高め、フラッシュを使わなくても、暗部での撮影が可能である。720p の HD 動画撮影にも対応。日本語文字入力システムとして、pbox c h チ4.1を採用する。 入力モードはクワーティキー、50音キー、12キーなどが選択可能で12キーの場合はフリック入力にも対応する。フリックによる記号入力も可能である。その他の標準入力方法としてチャイニーズキーボード、スタンダードキーボードが選択可能。プリンストールアプリであるワンセグが利用できる。なお、最大120分のスリープモードも搭載されているが、 録画については、期待を。プリインストールアプリである FM ラジオが利用できる。Xperia X10 から搭載されているアプリケーションで、新着通知をタイル状の画面に時系列順で表示させることができる。ウィジェットにも対応し、ホーム画面から新着履歴を確認することができる。主に対応する通知は、以下の通り、SNS の新着通知には書く。 サービスごとに認証作業が必要である。トラキットを利用することで、その場で聴いている音楽から楽曲情報の入手が可能である。ソニーがウォークマンなどにも提供している、国内最大の音楽配信サイトであるモーラの楽曲をスマートフォンで購入、ダウンロードできる。SP モードのコンテンツ決済に対応。 トラキットとの連携が可能で、トラキットから取得した楽曲情報からモーラタッチによる検索が可能。日本国内で発売されたエクスペリアシリーズは NTT ドコモ向けのみだったが、本機種から au でも取り扱いが開始された。abc ドコモでは、Android 4.0へのバージョンアップが検討されて、いたが却下された。ただし、海外版のロムを使用することで、 アンドロイド4.0へのアップデートができる。さらに、ブートローダーアンロックにより、アンドロイド4.4まで対応。海外利用を含めて、3つには、期待を AB2011 年11月7日、実施のアップデート適用後に利用可能。AB2011 年11月7日実施のアップデート適用後にエリアメールの機能として利用可能。 2011年9月20日実施のアップデート適用後に利用可能。後に2012年2月にインストール可能となった au 災害対策アプリ導入により災害、避難情報が別途利用可能となったため実質緊急速報メールとしても利用可能となった。ありがとうございます。